はい、三国志大戦後付け実況やっていこうと思います。こちらは柿原デッキに対して相手は全 ESR で構成された新候補数デッキ、レア度の違いが戦力の差ではないというところをこの試合で証明できればと思います。それでは見ていこうと思います。開幕こちら右に伏兵を置いたのに対して相手の主力部隊が右側に来ているので、これはかなり美味しい形になりそうで、ガクチン玄関のある程度武力のあるメンバーを右に集めることで敵の主力が集中している右側を守っていきたい。左は伝魚の弓と毛達がいるのでしっかり安心かなという感じで、ここはガクチンを下げて玄関で2部隊止めてというところで相手のシュシュンが下がっていきますね。これはラケンを当てに行きたい。シュシュンにラケンを当てることができましたね。一番美味しい楽がつきましたね。これで、シュシュンを撃破。ただ復兵が出るまでに時間がかかってしまったため内乱は入ってしまう。で、シキさんと同時にガクチンが城から出せるように耐久調整をしてあるので城から出てすぐギブの桂戦を打ちたい。で、ここなんですけど、まず玄関が帰れることが優先で、ここからなんですけど候補数はずらせるだけずらしたい。で、相手の候補数返そうとしましたね。これはかなり美味しい形ですね。制圧位置の部隊だったらこれはそのまんま塗りに行けば内乱も取れそうですし、相手にとって主力準主力状態の部隊なので、この部隊の撤退がずらせればずらせるほど次がこちらのターンを継続しやすいかなという感じでしょうか。で、候補数が塗ったマスは玄関で塗り直していって、で、その間に火器の縄文、これはかなり大幅リードが取れそうですね。花工房で毒が入っていたためラケンは工場直前で撤退で、ガクチンの工場が入って、で、火器一発、電魚がもう一発で、候補数はずらせるところまでずらしたい。ただできることなら防作は残したい。防作は残ってるか残ってないかで守りが全然違うんですよね。防作はミリでも残っていれば乱戦中の部隊を止めることができるんで、防作守ることに成功しましたね。防作は柵を割りに来ている部隊と乱戦していれば柵割りが発生しないため、ミリでも残っていればかなり変わりますね。で、相手はここで蒼天の嵐、ここちょっとガクチン落とされたくないですね。さあ、ここで防作が行きましたね。防作赤でも残ってたのがかなり明暗を分けましたね。これで色差もついてガクチンも生存、白ゲージも大幅リード取れたので序盤をかなり有利な形に取ることができましたね。候補数を放置できたことによってお相手側に若干の焦りも生ませることができたかなと思います。で、相手は、右側シュシュンとか工房で工場を取りに来てるので、毛達でできるところまで乱戦する部隊を切り替えて時間を稼いで他の部隊の回復を待って、で、ここは内乱止めれる可能性がワンチャンあったんで止めに行きます。ガクチンで、陶器シュシュンに追いに行って、毛達ラケンがそのまんま塗りに行って、ここで内乱止めることができましたね。これはかなり美味しい形が作れたのではないかと思います。で、相手は、一応まあ少し部隊も欠けているので部隊差がある分ここは内乱を取りに行きたいですね。右側ラケンで張り付くことで工場対応をさせて、その間に玄関や火器屋で塗っていければという感じで、火器はこのマス、各左右に、中央から1マスずれている位置が理想的ですね。これだと端っこの部隊とギリギリまで今回でいう左側の部隊を入れることができるので、左右各1マスずれた位置っていうのは端から攻めるときにすごく火器は範囲に入れやすくて、僕はこの入れ方すごく重宝してますね。で、内乱の一発にここで一応、陶器も撃破が取れそうですね。
牡蠣を生存できるのは美味しいというところで、ここで陶器を撃破で、ここで相手が2個を干すここなのですが、一発差とかであればここのタイミングで連環の方を叩くのもいいかなと思うんですが、今回は大量差がついているので確実に部隊の撤退を待ってから連環を打ちたいところで、ここなんですが電与が残ってしまうんですが、ここが今回の試合の解説ポイントですね。お相手様は1回候補数がちょっと、城に、はっつきに行かずに戦場をうろつく形になってたんで放置が取れたんですが、放置されないための手段としてはもうまっすぐ城に張り付きに行く、単純なんですけど、こうすることによって工場阻止の対応を取れるんで、撤退させたい時にはもう城にまっすぐ向かうが一番いいんじゃないかなと思います。というところでこちらは連環の方に再起、さらに、砲撃も復活明記だったのでマイナス、10秒で、ここなんですが、ここはもう城ゲージに余裕があるので縄文と候補数、縄文の粒子と、左側の候補数をまず取られないようにします。ニコス城持ちとはいえ、シュシュンは工場力は牙である以上はある程度の範囲で収まっちゃうんで、無理してシュシュンを止めに行って壊滅よりは、ここはもう確実に堅実に大量にあるリードを使っていきましょうという感じ。特にゲンガンは、前回の調整ですごく守りに信頼を受けるカードになりましたね。四季さんで武力プラス8に加えて効果時間が9カウントもあるんで、一度守った後もう一回守りのフェーズが来ても、まあ今回の場合はここの左側ですね、左側守って帰った後もほんのちょっと続く形になるかなっていう感じですね。で候補数を撤退させて電与で1回ブロックして、すぐに玄関が出てくれればこんな感じでまだほんのちょっとだけ効果時間が続いてたりします。本当に玄関長いですね。でここなんですけど、ちょっとあれですね、ここの陶器の一発は本当余計ですね。いくらまあリードはあるとはいえ、ちょっとこういうプレイングは自分の上達にもつながらないんで、今みたいなところは今後しっかり気をつけていきたいですね。ここもちょっと迎撃の可能性があるんで、ガクチン一回慎重に止まって、であとはまあこのまんま流れで試合終了という感じでしょうか。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。